群馬県総務部消防保安課所属紹介動画です。消防係から始まるよ。緊急消防援助隊は大規模災害等において全国の消防機関相互による援助体制を構築するために創設されました。群馬県では出動計画受援計画を策定し、迅速な出動円滑な受援を行えるよう訓練を重ねています。救急メディカルコントロールの紹介です。群馬県では消防機関と医療機関の連携強化による救命率の向上を図るため、救急隊の現場活動を想定したシミュレーション訓練を医師の直接指導の下で行っています。消防団業務の紹介です。消防団員加入促進のため、群馬消防団応援の見せ事業、消防団 PR パンフレット、 PR 動画の作成、 PR ブースを出展するなど、あの手この手と行っています。地域防災の要である消防団を応援しています。続いて保安係の業務内容について紹介していきます。保安係では産業界の中で事故のリスクが相対的に高い分野である高圧ガス、LP ガス、火薬類、電気工事に関する許認可事務や、それらの施設を取り扱う県内事業者に対して定期的に検査を行い、安全な状態を確保することが主な業務内容となります。許認可事務では事業者から提出された申請書に対して法令上の基準を満たしているかの審査を行い、その基準を満たしていれば申請者に対して許可を出す業務を行っています。続いて検査では、許可を出した設備等が法令上の基準に適合しているかの現場確認を行っています。検査内容は必要な工具類を備えているかの確認や、正常に設備が作動するかの検査など多くの検査項目があります。そうした検査の中で基準を満たしていない箇所があれば、法令上の基準に適合するように改善指導等を行っています。また許認可事務や検査以外の業務のほかに、県と群馬県保安関係団体との共催で年に一度開催する群馬県保安表彰式の運営など、各事業分野の安全意識をさらに高めることを目的とした業務も行っています。以上が消防保安課の所属紹介になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また撮影協力いただきました皆様ありがとうございました。